植脇広之は、日本の法学者。学位は博士。神戸学院大学法学部教授。北九州大学法学部助教授。北九州私立大学法学部教授。神戸学院大学大学院実務。法学研究科教授などを歴任した。鹿児島県姶良郡早戸町生まれ。1977年、鹿児島県立事塾高等学校を卒業。 1984年、関西大学法学部を卒業。神戸大学大学院法学研究科に進学し、1988年に博士前期課程を修了し、1991年に博士後期課程を単位取得退学した。同年、日本学術振興会の特別研究員となる。1994年、 北九州大学法学部にて専人の講師に就任する。1995年には同学部の助教授に承認する。2001年、北九州大学が北九州市立大学に改祖した際も引き続き法学部の助教授を務めた。翌年、北九州市立大学法学部の教授に承認する。2004年、 神戸学院大学に転じ、大学院実務法学研究科の教授に就任した。2015年、神戸学院大学法学部教授へ所属変更。専門は、憲法学、政党国家論、国民代表論、政治資金問題である。神戸大学名誉教授の裏部候補の文化にあたる。学位論文、政党国家論と憲法学、政党の憲法上の地位論と、 政党女性にて、博士を取得した。バンダナを愛用し、頭にバンダナを巻いていることが多い。好きな歌手は、小倉系である。ありがとうございます。